底砂のない水槽ベアタンクとは、水槽に底砂を敷かずに、水生生物を飼う飼育方法。また、底砂のない水槽そのものも指す。水生生物を飼育する際には、通常は、大磯砂やタズナなどを、水槽の底に敷き詰める。しかしベアタンクではそうした砂を投入せず、水槽の底が、むき出しのままで飼育する。ベアタンクのメリットは、メンテナンスが容易になることである。 水槽の底には生体の排泄物や餌の残りなどが沈殿するが、そこに砂が敷いてあるとこれらのゴミを取り除くのが困難となる。ベアタンクならホースなどで底面全体を掃除できる上、ゴミを見つけやすい。一方のデメリットとしてはろ化能力の低下による水質の不安定化がある。底砂にはろ化バクテリアが多く生息するのだが、ベアタンクには砂がないため、 これらのバクテリアの量が少なくなる。また、ベアタンクは殺風景な水槽になりがちだが、ビローモスが活着した流木やポットに入った水草、アクセサリーなどを投入することによってある程度は緩和できる。ディスカスやアロアナ、水性ガメなどはベアタンクで飼育されることが多い。また、薬浴や稚魚の育成の際にもベアタンクを利用する。ありがとうございます。